めぐっぺです。さて今回は英語の名言で超速音読プレイバックパート3、過去のライブで紹介した英語の名言を振り返りながら音読練習もしちゃいます。では行ってみよう。はい、今回は英語の名言で超速音読プレイバックパート3、過去のライブで紹介した英語の名言を振り返ります。今週の英文はこちら。まず一つ目、Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young. 学び続ける者が若く居続けるのだ。人生で最も偉大なことは、あなたの精神を若く保つことだ。二つ目、Learning a foreign language and the culture that goes with it is one of the most useful things we can do to broaden the empathy.And imaginative sympathy and cultural outlook of children. 外国語とそれに付随する文化を学ぶことは、子どもたちの共感や想像力のある同情、文化的な視野を広げるために我々ができる最も役立つことの一つです。3つ目、 You'll never be too old to start learning, and you'll never too young to aim high and achieve great things. あなたが学び始めるのに年齢が高すぎることはありません。またあなたが高い目標を持ち素晴らしいことを達成するために若すぎるということはありません。4つ目、 If you have the guts to keep making mistakes, your wisdom and intelligence leap forward with huge momentum. もしあなたがミスをし続けるガッツがあるなら、あなたの知恵と知性は大きな勢いで前進します。5つ目、 The difference between a successful person and others is not a lack of strengthNot a lack of knowledge, but rather a lack of will. 成功する人とそうでない人の違いは、強さの不足ではなく、知識の不足でもなく、むしろ意志の不足です。以上が今週の英文です。音読の練習をするとき、音読が苦手だとついついこう短いものばかりを選びがちなんだけど、ここはあえて短いものもやれば長いものをするということで、こう交互になれるために少し長めの英文も選んでいます。ちなみに前回やったスラッシュリーディングをやってみるとこんな感じ。長い英文だと息継ぎのタイミングがわからないという人は、音読する前にスラッシュリーディングしてから読むのもおすすめです。では今週も超速音読やってみましょう。用意するのはいつものように英文を書いたものとストップウォッチです。超速音読のやり方は、まずゆっくり英文を読む、少しずつスピードアップする、自分の限界スピードに挑戦するの3ステップです。超速音読のトレーニングをするときは、短い英文よりも長めの方がスピードの差が分かってやりやすいかもしれません。もちろん短い英文の方が読みやすいという人は短い英文でも OK。では読んでみます。まずはゆっくりスピードから。Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in lifeis to keep your mind young. ではスピードアップしてみます。Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young. 最後は自分の限界スピードに挑戦。Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young.ということで今回は英語の名言で超速音読プレイバックパート3でした。音読練習もコツをつかめば上手にできるようになるよ。めぐっぺでした。またね。 YouTube なりきり英語のすすめもうチェックした？ぜひ登録してね。